は1998年かな、7年か8年ぐらい、あのラリー・ペイジとセルゲ・ブリンっていう2人の、まあ、アメリカで彼らは作ったんですけど、まあ、そもそも検索エンジンっていうのはそのインターネット黎明期から必要だって言われていて、見分けたりとかする検索エンジンで、ヤフーっていうのがアメリカで創業して、あのソフトバンクが投資をしてなんていうね、ヤフージャパンができてとかっていうのあったんですけど、ヤフーはもう人が人力でいろんなウェブサイトを見て、それをカテゴライズして検索できるようにしたっていうのがヤフーなんですけど、 Google とかが目指したのは全文検索エンジンっていうやつで、ページ内の全てのキーワードに関して検索ができるようになってます。アメリカで Go2.com ってなって、 Google の方は全然大きくなったんだけど、同じようなことをしてたんです。で、それは何だったかって、キーワード広告、検索エンジンで検索しました、一番上に PR とかつって広告出てくるでしょ。出てきます。あれを売ろうとしてたんです。あれがやっぱり収益源の一番最初の収益源で、アドワーズって言うんですけど、まさにシステムじゃないですか。うん、アドワーズ広告っていうのが最初の収益源だったんですよ。アドワーズ広告って、アドセンスって言うんですね。あれを売るっていうのが最初の Google のビジネスなんですけど、あともう一つページランクっていう仕組みがあって、ウェブページのページのランクですけど、例えば研究論文、研究論文の良さっていうのは引用数が決まる、つまり引用回数が多い論文っていうのがいい論文だっていうふうに言われてるんだけど、同じようにその考え方をウェブページに持ってきた。たくさんリンクされてるページっていうのはいいページに違いない。みんなが見てるってことです。だから検索結果の上位にページランクの上位のやつが来るようにしてるんです。だからそのページランクの出来が良かったんだし、もう一つのポイントは何だったかっていうと、データセンターに PC サーバーを山のように入れたんです。それでたくさんの人たちが、じゃあ1億人とかが同時に検索をしたりとかしてるわけですよ。で、 Google ってすげえなと思ったのは、あの1億台準備してるんですよ。そうすると待ち行列がなくなるじゃん。1つのサーバーが1人に対応してたらそれは早いよ。でもそれまでってなんか割とエレガントで処理の速いプログラムを書いて、でそれをなんかすごい処理速度の速い高いマシンを使って、その一つのサーバーで同時に1万人が検索できるとか、そういう風な方向にみんな向かってたんですけど、 Google は安い PC を大量に発注して、数増やしたんです。だからそんなにエレガントなプログラムを書かなくてもいいし、泥臭いやり方というか、堅実なやり方といいますか。結局 Google って未だに、アドセンスとかアドワースが売り上げの大半を占めてるわけですよ。同じ仕組みで YouTube の広告とかも全部そうだ。広告ビジネスの会社なんです、あの会社は。9割以上が広告なんですよ。もう一つのきっかけっていうのは、その広告の受発注を自動化したことなんですよね。求人っていう広告を作りたかったら、そのアドセンスログインして、ID パスワードもらって、許可されたら広告が入れられる。基本的にはそのオペレーションは全部ネット上で、そういうの全部オンラインでできるようにして、それを2000年代初頭にやる。それで売り上げがバーッと伸びて、まあいろんなことに手を出すんだけれども、意外と収益化できてる部分っていうのは本当に結局その Google の検索エンジンと YouTube だけだっていう。他 Android も Google が開発してるけど、あれも結局広告なんですよ。あれも広告なの？ Google の検索エンジンを使いなさいよっていうルールになってるじゃないですか。結局 Google の検索エンジンのアドワーズ、アドセンス広告っていうのが出てるだけなんだ。あの会社は有料サブスクリプションビジネスとかはあんまり得意じゃないんだ。面白いことに企業の DNA ってうまいことできてて、広告被害の事業がうまくいった試しがないんですよ。そうなんですね。企業文化みたいなものがあるんでしょうね。まあでも広告一本足打法ですからね。ありがとうございます。はい。Google の見方が変わった気がします。